カチロコギター。はい、皆さん、こんにちは。タチウオコでございます。今日はですね、タチウオのおっさんがどっか行ってしまって姿が見えません。ですので、私が代わりに配信させていただきます。私はタチウオのおっさんとは違って、ギターも上手ですし、わけのわからん話もしません。ちゃんとした話をします。よろしくお願いいたします。タチウオコギターのなんとなく音楽理論。競合の数とキーの関係性について。始まり。シャープやフラットの数でキーは決まるわけですが、そしたらシャープやフラットが何個あったら何メジャーやねん、何マイナーやねんっていうのは意外に覚えにくいものですね。そして人にキーを聞かれた時など困ってしまうこともあるのじゃないですか。そうですね、ボーカルの方がね、楽器の方にね、キーを聞かれてわからなくて困っているところをね、よく見ますね。見たことがあります。でも実はシャープやフラットの数とキーには簡単な法則があります。これさえ知っておけばとっても便利です。キー、これ何調やったかな？何メジャー、何マイナーっていうので悩まなくて済みます。さすがにいくつかは覚えておく必要があります。まずそれを覚えましょう。とりあえず3つ覚えましょう。これはですね、音楽をしている人ならご存知の方も多いのではないですか。とりあえず覚えとかなあかんのは C メジャー、A マイナー、G メジャー、E マイナーですね。F メジャー、マイナーで言うと D マイナー。この3つは覚えておきましょう。C メジャーはシャープフラットなし、調合なし。G メジャーはシャープ1つ。F は F メジャーはフラット1つですね。ご存知ですかね、皆さん。こんな感じ。C メジャーと A マイナーは、F フラットもシャープもありません。G メジャー、E マイナーはシャープが1つ。そして、F メジャー、D マイナーにはフラットが1つついていますよ。よろしいですか？これはご存知の方多いですかね。それでは調合、シャープやフラットと調整、マイナー、メジャー、キーですね。キーの簡単な法則についてお話しいたします。とても簡単。それをですね、1音上がればシャープが2つつく。逆に1音下がればフラットが2つつく。これだけのことです。覚えてください。簡単です。1音上がればシャープ、下がればフラットが2つ。それでは具体的に見ていきましょう。調合なしの C から見ていきましょうか。C メジャー A マイナーの1音上は D ですね。D メジャー B マイナーは1音上ですので、シャープが2つついてます。よろしいでしょうか。そして D の1音上はなんだ？ E ですね。E メジャー、C シャープマイナーにはシャープが 2+2 で4つついてます。よろしいですか。はい、その次です。E の1音上。これは F じゃなくて、F シャープですね。E と F の間は半音ですから F シャープ。E シャープメジャー、D シャープマイナーは、シャープが6つついております。なるほど。2、4、6と1音ずつ上がっていくと、シャープの数も増えていくわけです。ね、ここまでどうでしょうか？よろしいでしょうか？次は1音ずつ下がっていきます。フラットを見ていきましょう。C メジャーから1音下がりますと B フラットですね。B と C の間は半音ですから1音下がりますと B フラットです。で、A マイナーから1音下がると G マイナー。そうですね。フラットは2つになります。この図のようになりますね。よろしいでしょうか？フラット2つです。それでは次はなんだ？ B フラットで1音下は A フラットですね。A フラットメジャー。マイナーで言うと G の1音下だから F。これはフラットが4つついております。A フラットの1音下はなんだ？ G フラットですね。G フラットメジャー。マイナーでいきますと E フラットマイナーですね。これはフラットが2つ増えて6つになりました。どうですか？この法則に従ってキーは決まっています。わかりやすいですね。今はですね、調合が偶数の場合、2、4、6っていう偶数の場合を見ていきましたが、調合の数がね、奇数もありますね。次は奇数いってみましょう。シャープが1つ。G メジャーですね。マイナーで言うと E マイナー。ここからいきますよ。G の1音目は、G の1音目は A ですね。A メジャー。E マイナーの1音目は F シャープマイナー。これはシャープが2つ増えます。ですから、1たす2で3ですね。シャープが3つになりますと、シャープが3つになると、A メジャーですね。F シャープマイナー。そしたら次はどうなりますか？ A の1音上、B ですね。B メジャー、G シャープマイナーは、3つから2つ増えますから、シャープが5つですね。なるほど。そして B メジャーの1音上 C じゃないですよ。 B と C の間は半音ですから B の1音上は C シャープメジャーですね。マイナーでいきますと A シャープマイナー。これは5たす2でシャープが7つ。全部の音にシャープがついちゃいました。はい。奇数もこういう感じで計算してキーがわかるわけですね。うまいことできてますね。次はフラットの方ですよ。フラット1つ。フラット1つ。F メジャー、マイナーで言うと D マイナーからスタートです。F メジャーの1音下は何ですか？ E じゃないですね。E と F の間は半音ですから、E フラットになりますね。E フラットメジャー。C マイナーはフラットが2つ増えて1たす2でフラットが3つになりました。これはね、サックスの方なんかにはおなじみのキーでしょうか。フラット3つ。はい。F のフラット、F の1音下ですからね。フラットが2つ増えます。次は、E フラットの1音下は D フラットメジャーですね。D フラットメジャー。D フラットマイナーは、フラット3つから2つ増えて、フラット5つです。はい。次は C フラットですけどね。書いてなかったね。C フラットは、フラットが7つですが、C フラットってのは要はね、D のことですね。B メジャーのことですね。そしたら、次です。調合が混じったらどうなりますか？フラットとシャープが両方ありますと相殺されてね、調合が消えます。どういうことでしょうか？そうですね。例えば、シャープ1つの G メジャー。この1音下は、1音下に下がりますと、フラットが2つ増えますが、もともと G メジャー2シャープが1つありますから、ここにフラットを2つ足しますと、もともとあったシャープとフラット1つずつが相殺されて、ね、フラットが1つ残るわけですね。はい、これは F メジャーになりますね。次 E フラットから一応上げてみましょうか。E フラットメジャーはフラットが3つですね。これから1を上げますとシャープが2つ増えるわけです。フラットが3つのところにシャープが2つ来ますと、2つのシャープと2つのフラットが相殺されて、3から2を引いてフラットが1つ残りますね。つまり E フラットの1音上はF メジャーになるということですね。なるほど。こういう感じで調合が混じりましても計算をすることができますね。なるほど。うまいことできてますね。次、おまけです。単3度、ギターのフレットで3つの1音半上ということでね。で、1音半、単3度、上に上がりますとフラットが3つつく。逆に1音半単3度下がればシャープが3つつくというのもあります。どういうことかというと C でいきますと、単3の上はフラットが3つついて E フラットメジャー、逆に、単3度下がって、シャープが3つつきますと、A メジャーになるわけですね。これもなかなかうまくできてますね。そして、ですね、単3度上がりますと、調合がね、メジャーからマイナーに。逆に単3度下がりますと、マイナーからメジャーに調合が変わります。どういうことかと言いますと、例えば C メジャーの場合、単3度上がりますと、フラットが3つついて、C マイナーに変身です。逆に単3度下がりますと、マイナーがメジャーに変身します。A マイナーが A メジャーに変身します。これもなかなか面白いですね。はい、次はね、コードのお話です。コードの関係ですね。トニック。1ですね。ルートの1のトニックのキーから C でいきますと、C でいきましょうか。C のキーからシャープを1つつけたキーのルート音。G。G がドミナントセブンスです。シャープ1つつけたらドミナントセブンスになります。フラットを1つつけますと、4番目 F ですね、サブドミナントになります。これもね、トニックとドミナント、サブドミナントが分からなくなった時にね、パーッとね、シャープ足したり、フラット足したりして、そしたらね、コードの関係が分かります。これをね、分からなくなった時にパッとね、考えられます。パッとコードの関係が分かります。ちなみにシャープ2つつけたらね、その時のルート音がセカンドマイナーセブンス。4つつけたら、サードマイナーセブンスになります。そして、C で考えますと、シャープを2つつけたら D になりますから、それに M7 マイナーセブンつけたら、セカンドマイナーセブンス、D マイナーセブンスでね。4つつけたら、E になりますね。それにマイナーセブンスをつけちゃって、そしたら E マイナーセブンスが3度マイナーセブンスになるわけです。そして、シャープが3つついたら、それは、平行調になるわけですね。A マイナーになるわけです。C のマイナー。はい。これもね、結構便利ですが、まあ、わからなくてもいいかな。はい、いかがだったでしょうか。調合、シャープやフラットの数とキーの法則、コードとの関係性、覚えておいて損はないです。パッとね、キーやコードの関係が分からなくなったときに、調合の数を足したり引いたりすることで、ね、思い出すことができます。キーがね、わからなくなっても法則を分かっていればキーが思い出せます。コードの関係性もパッと分かります。覚えておいて損はない。私はタチウオのおっさんと違って、とてもためになるお話をしました。タチウオのおっさんはもう帰ってこんでいいかもしれないですね。本日は私、タチウオ子が動画をお送りいたしました。私の方がタチウオよりも良かったという方は高評価よろしくお願いいたします。それではまたね。さようなら。バイバーイ。